明けましておめでとうございます。みさきです。渡辺です。始まりました、2019年第1回目のみさきの部屋です。イエーイ。はい、はい、SNS でも話題のおさげの玉ねぎアレンジです。はい、なんせ帽子に合います。おー、どんな帽子でも合うので、一度ぜひ試してみてほしいなと思って今日はやってみましたので、よかったら皆さんやってみてください。では動画スタート。オイルをつけていきます。しっかりとつけて髪をまとめていきます。後ろで半分に分けます。耳後ろでゴムで結びます。ゴムを少し下にずらして、真ん中に空洞を開けて、後ろから前に向かってくるりんぱをやっていきます。真ん中の空洞を隠すようにほぐしていきます。指4本分の下でゴムで結んでいきます。次は真ん中に空洞を開けて、前から後ろに向かってくるりんぱをやっていきます。くるりんぱ部分をほぐしていきます。また指4本分下でゴムで結んでいきます。また真ん中に空洞を開けて、前から後ろに向かってくるりんぱをやっていきます。くるりんぱ部分をまたほぐしていきます。毛先をコテで巻いていきます。少しカールがぐらいで大丈夫です。こんな感じになってます。反対側も同様にやっていきます。帽子をくるりんぱの上に乗せるような感じでかぶせて、バランスを整えます。こんな感じで仕上がりました。 SNS で話題のおさげの玉ねぎアレンジです。一度やってみるととても簡単なので、よかったら参考にしてみてください。Thank you.